どうもこんにちは、シンです。今回はマインクラフト実況やっていきたいなと思います。ボーナスチェスト、これね、松明ちゃんと回収しといた方がいいから。じゃあ、まあ最初はまず木こりから始めましょうかね。で、今回入ってるモッドが、ティンカーズコンストラクトっていう、いわゆるカジモッドってやつが入ってて、カジモッドの説明をすると、鉱石を溶かして2倍化できて、その鉱石を型に流し込んで、一つ一つツールのパーツを作れて、そのパーツを組み合わせて自分だけのオリジナルのツールを作ろうっていうモッドです。クリアこんなもんでいいかな。雲の音怖いね。お、あれ今一瞬見えた。スライムの雪島ってやつですね。あ、砂漠あるじゃん。ちょっとどうしよっかな。最初どうしよう。まずは、どうしよう。あと洞窟潜って、火力資源集めて、で、石のツールからまず作ろうかな。とりあえず集まったんで、地上に出まーし、で、出ますね、それでできます。JP 上がるか。で、ちょっと軽く拠点を建てたいなと。拠点を建てたいなと。どこ行くね。砂漠が結構いるから、砂漠と平原の、砂漠じゃないのこれ。あ、砂漠か砂漠の砂浜、いや、砂漠だな。ここにいいかな。ちょっと軽く拠点作ろうかな。まあ、拠点で言ってもね、マインクラフトある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 、ただ地下ホールある、ただ地下ホールだけだけどね。高さはこんぐらいでいいかな。で、ちょっと広げまして、少しばかり広げまして、このぐらいの大体広さでいいかな。で、チェストでも置いて、作業台を作ろう。作業台、作業台じゃない。作業台。また間違えた。大変荒ぶっております。もう、混ぜて、本当に。よいしょ。よいしょ。どうだい？めっちゃ棒あるやん。どうしよう。スラッシュも作って。シャベル作って。斧作って。剣は、こうして、まず、木の剣を作るじゃろ。この木の剣に対して、原木を2個並べると、バトキャムと無名刀デクが作れますと。で、ちょっとこれが大事だから、こういう毛が入れといて、もうすぐ夜だからちょっと羊を買ってこよう。殺
ホラー穴がどこに作ったかわからんくなった。やばい。やばいよー。やばいよー。どこだー。待って、走れんくなったし。どこだよ。どこに掘ったんだよ。またやばいよ。敵が湧き始めてる。あれ、待って、ここら辺じゃなかった？あれ？ああ、これじゃない？違う。違う。あ、これじゃない？これじゃない？これ、ね、合ってるー。で、待ってね。ストップストップ。アラブレナ。落ち着け。こうして、こうして、ベッド。おやすみなさい。おはようございます。まだ家作りの途中だったからね。こうして、ドアを作って、で、ドアを、グッ。ブロック置くと、あ、これも家じゃん。ドアがあったら全部家だから。オッケーオッケー。で、ウェイポイントね、設定しておこうかな。拠点だし。拠点だから、今日。これでオッケー。死亡場所ね、消しといて。で、モッドを進めるためには、まず砂利と砂がいるから、ちょっと集めてきます。OK、材料集めから戻ってきました。だいたい砂が1ラージと23スタック。砂じゃねえ。粘土が23スタック。砂利が12スタックですね。あと原木3スタックほど。あとヒュージーしてくれね。で、今から作るのが、この乾式製レンロっていうのを作ります。で、この乾式製レンロで、何ができるのっていうと、鉄鉱石とかを入れて溶かしてインゴットの型に流し込むと、インゴットができるっていう。で、なんでそれで鉱石2倍化ができるかっていうと、鉄鉱石1個からインゴットが2個出てくるから、理論上は、まあ、2倍できるよねっていう。